立てるのがない。寒。数学してたね。テストで絶対解かれへんやろって思ってたやつがさ、めっちゃ解けて答え合ってて、おおってなった。寒っ。今日何曜日？火曜日か。明日水曜日も。めっちゃ綺麗。そんな綺麗じゃなかった。お、怖っ。ぴったりやった。すげえ。ああ、横一個多いな。すごっ。めっちゃぴったりやったんやけど、ここは測ってないで、すごいな。クマさんみたいな感じで、あれかな、綺麗に描けるようになってきたんかな。ちょ、携帯立てるのなかったら邪魔やね。ならこうちゃん、またこの表を書かないといけない。じゃあこれが、あ、ワーガさんにしかない。いや、これはにしよう。じゃあこっちにいいもっこいかな。
ち全然やな。11まで、なるほど、7から11か。音も小さくなるってこと。で、8が12やろ。9こんな気持ち悪い数になるか。まあいいか。10222か。11とかあんの？ちょっと待って。ああ、31か。絶対値がもう、絶対値って何やったっけ？まあいいか、これだってんじゃん。めっちゃ頑張ってるよ、ほら。今日はハーフアップにしました。鉢植えのハーフアップ。これはテストまだ解いてないやつですね。宿題テスト系は私一回も受けてない。これはこれも受けて、あ、受けてるわ。あ、高いね。熊さん先生、忙しい中ってひらがなで書いてる。テストにさ、忙しい中本当によく頑張ってるねって書いてんだけどさ、忙しい中が全部ひらがなのめっちゃおもろい。
そうやねんな。解いてないもんな、その日。いや。あとはもう分からんやつはあれにします。明日のショールーム知らんでできるかな。毎日できるのが当たり前じゃないからな。問題用紙ないもしかして。ちょっと問題用紙ないやん。これ多分やってんじゃん、やり直ししてんじゃん。してそうやもん。惜しいって書いてる。おもろ。明日でも朝やるんじゃん。これがプリントやろ。これが終わったやつ。よし。提出なんかあるわけない。普通に考えて。もうな、義務的にな、やれって言ってもな。成長にもならない。お昼ご飯？今？お昼じゃなくない？夕ご飯？寒？5時やで。もう。見学するなら練習したいんやけどな。まあいいけど。今日もアンジュさん可愛かった。会うたで。可愛い。なんなんあれ。可愛すぎやな。会う。もう一周回って可愛くない。一周回ってな。いや、もう回りすぎて可愛いかもしれん。もうおかしいもん。ってなんなん？座ってるだけやで。姿勢がいいんか。可愛いわ。なあ、ただ一個にくくってるだけやのに。いやでも多分いっぱい整えてんねやろな。こんなボサボサではこうへんもんな。
そりゃそうやけどさ、いやもうおかしいやん。あ、かわいい。5周くらいしてそう。かわいい。今日は12、明日13。東京で遊び、寒っ。東京で遊びたかったな。目力すごい。やった。今そんな強くないと思うけど、波って前髪連帯で動く。ほら。寒っ。明日髪型どうしようかな。いやもう決めてるのは決めてんねんけど、長さ的にもしできひんって言われた時用にやるねん。まだエンジンじゃない、余裕。まつげの抜けてきてん。このフェスのちょっと前に抜き上がってよ、この野郎。こっちじゃないか、こっち分からんけど、なんか抜けてきた。ここらへん今右がな、めっちゃ抜けてんね。ほら全然違くない、全然違くない。ほら抜けてんねん、右が。右ってこっちだ。反転してたら申し訳ないけど、ここが抜けてる。卒業式、高校、大学、いいね。よくはないか。来てくれるんだな、東京。やったー。いやー、ちょっとおるだけで全然違うな。よな、違うよな。抜けてんねん。マスカラ塗ったら分からんかな。でもな、二重幅はな、今な、そんな違わんねんな。けどまつげが、まあ、そろそろ終わろうかな。寒いな。明日本番。この色黄も見て、わからんか。え、もうなんか茶色い。え、やばくない、やばくない、わからんか。なんか茶色いねんけど、土系色やばない。え、もう黄土色かもしれへん。キモ。何もしてない、何もしてない。画面に映ったら多分そんなわからんねんけど、なんかやばい色してる。やばいで、寒すぎるんやと思う。私な、あんまり寒すぎたらな、爪の色気持ち悪くなんねん。青くなる。青紫みたいな、あれやん、でんぷんの反応した色みたいな色になんねん。寒っ。あ、白くなる人、それはいいよな。白くなる、白かピンクになる人とか可愛くない。私は黄土色になるねん、気持ち悪い。青くすむ茶色か青みたいな汚い色になるね。私は寒いと嫌ですね。白かピンクが可愛いな。まあそんなこと言っても変わらないんですけどね。でもやばいよな、私色寒すぎるんやと思った。よし、ランキング見ます。13位、ブロスさん、ありがとうございます。12位、ヤスさん、ありがとうございます。11位、RC さん、ありがとうございます。10位、ナベちゃんさん、ありがとうございます。9位、リッチャンさん、ありがとうございます。8位、トミーダスさん、ありがとうございます。7位、オレオーズさん、ありがとうございます。6位、マチカネフキタルさん、ありがとうございます。5位、ゆめゆめさん、ありがとうございます。
4位まさきさんありがとうございます。3位せいくんさんありがとうございます。2位まきこさんありがとうございます。1位さとくんさんありがとうございます。終わり。明日はおそらく朝でしょうね。あれフェス寒っ。はい、 TikTok 撮ってね。今日はこれやで。じゃあ帰ってきて時間なかったよ。もう走って帰ってきて4時間目終わって給食食べて帰って走って帰ってすぐ着替えてすぐ電車乗ってきたからもう撮る時間なんかないし、今撮ってもこれやし、いいです。今日はこんな可愛い。明日はフェスやけど、フェスではちょっと TikTok は撮れないかな。劇場のこの場所でしか撮られへんから、家帰ってから撮ろうかな。服、髪の毛とかだけ。あ、じゃあ東京やから家じゃないんや。なホテルで一人でめっちゃ撮っとくわ。よし、終わります。さよなら。よいしょ、さよなら。50、ああ50ちょいやるで。わかりました。知らない人についていきます。勝手に車乗ります。さよなら。